ンナマンメンミなのだ、エルザなのだ。今回はトラストで関門突破をするためにしたいことについて解説をしていくのだ。トラストでのヤブラって結構大変だと思うのだ。特に関門を突破する際にはトラストとして活躍しないと進めるのが大変なのだ。今回はそんな突破の難しい関門から前に進めれるように気をつけたいことを解説していくのだ。ぜひ最後まで見てくれなのだ。関門の時間を有効活用。それでは関門について話していくのだ。関門についてだけど、まずは乗る時間とかをだいたい把握しておくといいのだ。ヤブラの関門はマップによって数が違ったりするけど、関門突破の時間はだいたい似たような時間となっているのだ。今回は湯の花で話をしていくけど、だいたい午前後になっているのだ。これはマップにもよって変わるから注意なのだ。でも最大でも8秒くらいのところだから、約7秒くらいを意識するといいのだ。ではこの時間を何に使うか問うところなのだが、突破するにはこの関門の上で耐えないといけない時間がなのだ。この時間を敵を倒していたらいいけど、敵の攻撃を避けながら対応する必要があるのだ。じゃあどうしたらいいのかというと、大体同じ時間のメガホンレーザーを関門突破時に合わせるのがいいのだ。メガホンレーザーの発動時間は発動から7秒ほどとなっておるのだ。これは大体の関門を突破する時の時間と同じくらいなのだ。ということは関門突破の際にメガホンを合わせるようにするだけで相手を拘束することが可能となるのだ。この時間を意識しておくと発動のタイミングとかを狙いやすくなるから大事なことなのだ。ポイズンミストも有効。関門の時間を使うという点ではスペシャルだけでなくポイズンも大事な手段となっているのだ。ポイズンミストの発動時間は約5秒ほどとなっているからメガホンよりもちょっと短くなっているのだ。でもメガホンのレーザーの発射時間はだいたい5秒だから同じくらいの間隔で使えるのだ。ポイズンミスト自体はダメージはないわけ。相手のインクを奪うことができるのが強いのだ。しかもポイズンに対してはみんな警戒心が強いから逃げておくとその場所を一時的に制圧できるのもいいところなのだ。特に関門を突破するときに2つ以上の高台や防衛の場所があった場合は片方に投げておくだけで相手は動きにくくなるのだ。また敵がすでにいた場合でも相手はポイズンミストの中で戦うことを嫌がるからちょっと後ろに引いたりするのだ。この引いた行動によってヤブラへの攻撃が届かなかったりするから投げるだけでも有効と言えるのだ。またメガホンとポイズンを合わせて使えば拘束時間を長く取ることも可能なのだ。敵のポイズンを投げておきメガホンを発動してさらにポイズンで相手の行動を制限するという方法なのだ。インク消費は激しいけど相手の邪魔を徹底的に出るのがいいところなのだ。ポイズンとメガホンは足止めだけでなく相性がいいスペシャルだからセットで使う意識をしておくといいのだ。ちなみにポイズンを使った関門突破を採用する場合はサブ性能を 0.2 以上積んで距離を調整するといいのだ。どうしても投げる距離が短いから少しでも相手に近づかなくていいよう使う際は調整をするといいのだ。関門周りの抑えを意識しよう。続いては関門周りの抑えについて意識をすることなのだ。方法としてはメガホンとポイズンで高台を抑えることが大事なのだ。ただメガホンとポイズンだけに頼るとタイミングとかが大事になってくるからメインで関門周りを整えるのがいいのだ。まず関門の周りには必ず後衛がいるのだ。その後衛を落とさない限りは味方は前に出づらいしヤブラにも乗りにくいのだ。関門突破を無理にしようとすれば敵の攻撃が集中して狙われるからカウンターをもらうきっかけになってしまうのだ。だからメガホンやポイズンが使えないときはしっかりメインを使って相手を関門周りから引き離すのが大事なのだ。トラストの場合射程負けはリッターとかスプスコとかになるから射程を生かして攻撃すればある程度は引き離せるのだ。どうしても引き離せない場合は攻撃を続けて敵を前に出させないことが大事だから味方のスペが来るまで耐えるようにするのだ。
ちなみに関門周りを抑える際に防衛がデスしてしまうと前衛が一気に溶けてしまったりもするから注意が必要なのだ。メインで対応するときは射程差を押し付けつつ、人数有利になったら矢倉に乗ってしっかり捨てなども貯めておくのだ。防衛箇所からカウンター、最後に関門突破する上で防衛からの流れを話しておくのだ。先ほどまでは攻めるときの話をしていたけど、矢倉は防衛が大事なのだ。矢倉は決まったルートを通るから防衛箇所からの粘りができるかどうかでカウンターのしやすさが変わるのだ。まず防衛箇所としては関門別に用意しておくといいのだ。ナンプラーならこの辺りになるのだ。ナンプラーの場合、防衛の箇所を押さえておけば相手の攻めルートを押さえながら矢倉も止めることが可能なのだ。これを押さえておかないで前に出てしまうと相手の攻撃を受けてしまうから危険なのだ。この辺りからしっかり防衛ができれば前に出る際に矢倉も乗ることができるし、味方も前に出やすくなるから大事なのだ。矢倉のカウントが一番進むタイミングは攻めからの3人以上のデスによる人数不利からの逆転なのだ。特に自陣から敵陣の関門まで乗っているとスペシャルがほぼ溜まるから関門突破もしやすくなるのだ。矢倉は他のルールと違って優劣に関係なく矢倉に乗ればスペシャルゲージは溜まるからとても大事なのだ。カウンターを狙うわけではないけど、防衛せざるを得ないときはしっかりカウンターを狙えるように意識をするといいのだ。矢倉は逆転があるルールでもあるから忘れないようにするのだ。ということで解説は以上なのだ。試合の解説をしていくのだ。今いい感じに関門が取れそうなのだ。メガホンも止まったから積極的に使っていくのだ。左のインクレールを潰しておいて前の敵処理に集中するのだ。先手与えたから強気でいくのだ。インクがない。まさかのインク切れになると思ってなかったのだ。捨てジャンをつけてるから急いで前線に戻るのだ。ちょっと下がるの。わーはー、まさかの敵が近くまで来ていたのだ。この状況はちょっとやばいのだ。スペシャルを貯めて防衛の準備をするのだ。このタイミングの着地はきついのだ。危なかったのだ。矢倉が止まったからメガホンを使うのだ。ローラーが気づいてないのだ。これは後ろから取れるのだ。ここから矢倉を積極的に前に進めるのだ。と思ったけどやめるのだ。敵が思ったったより近かったのだ。相手のスペシャルがすごいからとりあえず落ち着いて行動するのだ。けどここは返り討ちにするのだ。甘えは許さないのだ。ゴムが痛かったのだ。ここからまた打開に向けてしっかりとスペシャルを貯めるのだ。今回は右高から防衛をしていくのだ。矢倉にちょうど届くからなるべく直当てをしていきたいのだ。ちょっと前に出てたら着地でやられていたのだ。ここでやられたら辛いからポイズンとメガホンを使っていくのだ。なんとか耐えれたのだ。ここでワイプアウトは嬉しいのだ。中央の高台の足場を塗って動きやすくするのだ。あとは右高の敵をしっかり処理するのだ。
ブラスターはダメなのだ。わあ、焦ってしまったのだ。とにかくスペシャルを貯めて櫓から離すのだ。味方ナイスすぎるのだ。これで勝ちなのだ。ということで、ご視聴ありがとうなのだ。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿してくので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いなのだ。それではまた会う日まで。バイバイなのだ。